山内久人さんによる作品名アロくんお手伝いロボットのプレゼンテーションです。こんにちは、金沢小学校3年生の山内久人です。これから僕が考えたお手伝いロボットアロくんについて発表します。どうぞよろしくお願いします。皆さんはロボットがいたらどんなお手伝いをしてほしいですか？僕は次のようなお手伝いをしてくれたらいいなと思いました。水のあるところでは子供が溺れたりいなくなったら周りに知らせて助けてくれます。お家では泥棒が来たら警察に知らせてくれます。普段はお掃除をしてくれるし、お皿や重いものを運んでくれます。どうしてアロくんを思いついたかというと、海やプールで子どもがたくさん溺れていたり、家に泥棒が入ったり人を傷つけたりしているというニュースを聞いて怖いなと思ったからです。そしてちょうど同じ時にパンチで踊る人の番組を見ていました。そこでまず居場所のわかる GPS パンツを思いつきました。それから水のあるところでは履ける GPS 水着を考えました。この水着は太陽電池で動きます。なので太陽の当たる場所なら電池が切れることはありません。 GPS がついているので大人の携帯電話などに地図で居場所や行き先を教えてくれます。次にもしこの水着を履いた子どもが大人が気づかないうちに流されたり連れ去られたりして遠くへ行ってしまっても場所が分かって周りにすぐ知らせてくれるロボットアロくんを考えつきました。アロくんの仕組みを紹介します。ではお知らせのために光る矢印が出ます。またはカメラになっていて自動で写真を撮ってくれます。例えば子供がいなくなった時のように緊急時にはピカピカ光って危険信号が出たり、子供がいる方向を矢印で教えてくれます。また知らない人や変装している人がいると自動で警察に写真を送って〇〇に住んでいる〇〇さんのお家にすぐ来てくださいと通報してくれます。このように声でお話もするし、 GPS 水着が遠くに行ってしまった時などは大きなブザーの音が出たりします。1から2メートルの離れたところからお知らせするなど距離は設定できます。海やプールで携帯電話を見ていなかったり持っていなくても知らせてくれるアロくんがいれば安心だと思いました。体は水に濡れても大丈夫だし、触ると柔らかいです。小さな子供やペットがぶつかっても痛くないし怪我もしません。手は体に蓋があって必要な時に出てきます。お皿も運べるし、重い袋など肘にかけて持ってくれます。また GPS 水着のある方向も指さして教えてくれます。足はタイヤがあって、その間に掃除機があります。アロくんが家の中を歩くと床がきれいになります。またアロくんは海などでは救助隊ともつながっていて、必要な時には自動で通報してくれます。遠くへ流されてしまった時には救助隊の人やボートなどをすぐに呼び出してくれます。アロくんを考えついたから、僕はこんな時アロくんがいてくれたらいいのにと思うことがたくさんあります。こんなアロくんがいて子供も家族もみんな安全に安心して暮らせたら嬉しいと思いませんか？以上僕の発表終わります。ありがとうございました。で一つ質問なんですけれども、このアロくんの大きさってどれぐらいのイメージですか？おへそのちょっと下ぐらい。ひさとくんのおへその下ぐらい、うん、それぐらいの感じ、はい、それで普段はうちの中にいるんだけども、うん、一緒に海に行ったりとかそうするっていうイメージですか？はい、
わかりました。それで、一つ、もう一つ質問したいんだけども、動ける、あるいは掃除を手伝う足なんだけども、階段とかどうしましょう？考えなかったかな？うん。ありがとうございました。はい。まあ、ちっちゃな子供とか、子供さんとかが、事故に水難事故にあったようなことを、なくしたいなと思ったと思うんですけども、大変、素晴らしいなと思いました。で、まあ、ちょっといろいろ質問があるんですけども、アロ君の、これですよね。この絵なんだけども、4つ、左上、これは夕方？左上の絵が赤い、これ夕方を表してますか？はい。で、右が夜で、下が虹の絵だと思うんだけど、左下はこれは何ですかね。海の絵です。あ、海ね。わかりました。いいですね、これね。あとは、さっき大きさ、おへそより下ぐらいって言いましたけど、手と足は、これどうなってるんですかね。泳げる、はい、この足はどういう感じ、車なんですか。足が あって、これ見えづらいと思うんだけど、これが掃除機。え、掃除機？これ、ここが掃除機になって。掃除、掃除、ルンバみたいなやつ。うん。ああ、なるほど。わかりました。大変素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。山内久人さんのプレゼンテーションでした。